い、こんにちは、キキオンザロードです。始まります。今日はですね、ながら動画にしようかなと思って、昨日全然家事をやる気になれなくて、なんだろう、スイッチが全然入らなくてですね、途中から放棄したんですけど、なんとこんな二人暮らしなのに、昨日は、でも昨日の朝はね、やる気あったんですよ。洗濯物を3回回しまして、でそれを乾燥室、この前紹介したんですけど、下にね、うちは洗濯室があるんですが、そこで乾燥をかけてたんですけど、昨日の夜はもう取りに行く気にもなれなくて、でそれで放置したっていう。で次の日の朝9時です。これから洗濯物を畳んでいきます。でいろいろ話そうかななんて思っております。私基本的に洗濯は好きなんで、洗濯と料理は好きなんですよ。お掃除はね、正直言ってちょっとあんまり得意じゃないんですけど、なのでマツくんがね、お休みの時にたまにお手伝いしてくれます。一応掃除機かけたりとかしてますけど、掃除機なんて言うんだ、でもトイレ掃除は好き、トイレ掃除はすごく好きで、1日1回は絶対やるか。はい、トイレ掃除はめちゃくちゃ好きです。タオルから畳んでいきますけどね。皆さん家事は好きですか？なんだろう、今日はでもね、朝からね、すごい、なんだろう、テンション上げようと思ってコンタクトレンズも入れたし、やっぱね、メガネで過ごすとね、あんまりスイッチ入んないんですよね、私。なんか家感がすごく出てしまうからダメですね。やる気を出したい時は多分コンタクトレンズに入れ替えて、それで頑張ってやるしかない。たまにね、モチベーションがね、上がらない時があるんで、はい、そんな感じです。まあ、ないものねだりですけどね。おいしょ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 。体を動かすことも大事ですよね。今日はヨガもやろうかな。そんな感じで一日過ごしていきたいと思いますけれども、すごい量の洗濯、やばいなこれ、本当に。いいよな。私やっぱり洗濯物は太陽の下で乾かすのが好きです。なんか太陽の匂いってわかります？なんか昔からたまに母親とかが布団とかをさ、外に干したときに、今日はお外に干したから太陽の匂いがするでしょとかって言って、あ、本当だとか言って寝てたんですよ。でも確かに太陽の匂いってありますよね。なんて言ったらいいんだろう、あったかいというか、なんというか、あるある。タオルがものすごく多い、見てください。もうすでに 1,2,3,4,5,6で、ここにはキッチンで使うような、こういう手ぬぐいというか、なんて言ったらいいんですか、ガーゼ的な。この前肉まん作ったからだな、初めて。そう、この前肉まん作ったんですよ。せいろを買ったんです。うちね、電子レンジ置かない主義なんですよ、家に。だからせいろを買って、物を温めるときにね、せいろで蒸すように蒸して温めたりしてるんですけど、でもその方がね、味も美味しいですよね。すごいふっくら仕上がるというか、パン温めたりするのもそうだし、ご飯も温めるのもせいろで蒸して温めております。なんかね、最近ね、やっぱりね、家にいる時間多いじゃないですか。で、まあ、なんていうの、 できるだけね、まあ、なんだ、私の将来の夢、自給自足なんですけど、そう、なんか今はね、まだね、その前回の動画でも話したように、どこに住むかもまだね、決まってないし、最終的にね、そういうのがないから、あんまり物を増やさないようにしてるんですよ。本当は欲しいものたくさんあるんです。なんかキッチン用品とか、特に私お料理好きだしね、今は最低限のものはあるけど、でも私が欲しいような、私が今ね欲しいものは、キッチンエイドの、なんて言ったらいいんだろう、お菓子とか作れる、パンとかもね作れるよ、ミキサーっていうんですか、こういうボールがついてて、こうやってくる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 回るやつ、
あれ欲しいんですよ本当は。であれってあのジューサーもつけられるし、その後あのひき肉とか作るお肉をさこう入れてミンチにできるような機械も付属でどんどんつけることができるんですけど、ああいうのを本当は買いたい本当は買いたいんです。だからね、私ね今ねあのその辺は我慢してます。まだ自分が欲しい、まあ そこまでなんかなんていうの、別に生活をさ毎日の生活充実させたいけど、でもそこを買ってしまってもさ、もし国がさ変わってしまったらそれを手放さなきゃいけなくなるじゃないですか。だから基本的にはまだ買えないなと思って買ってないです。なのでなんていうの、できるところからですかね、やっております。はい。で、あとパンとかもさ自分で作りたいんですよ。だからね最近あの練習始めたのは、あのねまだ上手になりきれてないからビデオにはできないけど、あのバケットとかの作り方、作り方っていうかバケットとかをね自分で作ってみようと思って、オーバーナイト発酵っていうんですか、あの1日っていうか夜寝かしてなんか12時間ぐらい発酵させるやり方があるんですけど、多分それが普通の多分パン屋さんとかでやってるやり方なのかな多分。でそれをなんか YouTube かなんかで見つけて試してみようと思ってやってみたんですよ。でもやっぱりねフランスパンっていうかバゲットは難しい、シンプルだからこそすっごく難しいので、2回試したかな、けどすごい不格好になっちゃったでも2回目はねすごい美味しい、あの味は美味しかったです。やっぱでもヨーロッパの小麦粉って美味しいですよね多分。日本の小麦粉に比べると何が違うんだろう、多分粗挽きなのかな、多分でも粉引きの感じだと思うんですけど、なんか美味しいんですよね。そうだからピザとか作っても美味しいし、いろいろ。でもやっぱあれだな、毎日考えることは食のことですね。やっぱりご飯、私食べるたびに生きてるようなもんだからなそうだからお料理をねもっとねいろいろやっていきたいですね。多分ね動画でもねお料理結構メインでやっていきたいなと思ってるんでね、どこでもできるしどんな状況でもできるじゃないですか。なんか今この前お友達とかとも話してたけど、今自粛ムードだからやっぱりあの家で過ごす人も多いというか家でみんな過ごすじゃないですか。だからこそ何あのベーキングとか手作りでパン焼いたりとかね、あのクッキーとかね焼いたり、何デザートケーキ焼いたりとかしてる方も多いみたいだからね、そういうの気になりますよね。なんか友達からよくパンどうやって作るのとか言ってメールが来たりするんですけど、 LINE が来たりするんですけど、そうそうそう。でもなんか以前に紹介してるパンの作り方とか、あのフィンランドのサンプラー、昔にあの一番最初のキキズキッチンかで紹介してるサンプラーとかめちゃくちゃ簡単だから、あれとかねいいですよね。家で一番最初のパン挑戦する人にはすごくいいかも。でなんかなんだろう、皆さん食事結構気にしたりしますか？なんか最近健康志向の人とか、なんだろう、ベジタリアンだったりとかペスカタリアンだったりとかビーガンだったりとかっていういろいろ海外ではねすごく流行ってて、まあ日本でもやってる人いますよね、多分ベジタリアンの人とかいると思うんですけど、そうそういうの多分気にしてる方とかもいらっしゃるから、いろんな種類のねお料理とか紹介していけたらなと思うんですけど、なんか私自身はね、一応ねそういう食べ方気にしたというかいろいろ試したこともあって、なんかペスカタリアンというのは、お肉は食べないんだけど、なんだお魚と、野菜とチーズも食べるし卵も食べるけど、お肉っていうカテゴリーだけは食べないっていうのがペスカタリアンなんですけど、そうそれね友達にもいて、ペスカタリアンやってる人結構、でもフィンランドも多いかな、ペスカタリアンの人あんまりお肉は食べたくないみたいな、卵と
野菜とチーズとみたいな人多いんですけど、そう、そういう人が来たりした時とかね、食事出すのとか、そう、なんか私去年その結婚式フィンランドでやってるんですけど、その時とかもまあゲストで結構そういうなんていうんですか、ダイエット食べるものですね、食べるもののリクエストとかをまあ一応聞いて、その人どんな人が来ても対応できるようにみたいな、あの食事を一応作ったんですけど、結構大変ですね。あとはなんかよく聞きますけど、海外の友達が日本に遊びに来た時に、そのビーガンっていうのは、食事動物性のものを一切取らないっていう人、だから卵も食べない、チーズも食べない、牛乳も飲まないで、しかも、厳密に言うと蜂蜜とかも食べない、蜂蜜も蜂、その植物じゃない、蜂が関係しちゃってる、動物かが関係しちゃってるから、そういうのも食べれないんですけど、そういう子たちが結構いまして、どこでそういうの見つけられるのっていう質問を受けたりとかすごくします。で最近はでもなんかそのなんていうんですか、ビーガンとかベジタリアン対応のお店とかも増えてはきてますけど、なかなかねまだ日本ではそんな浸透はしてないですよね。そう、でも唯一私がいろいろ試し、私ビーガンもやったことあるし、あのでも短い期間ですけどね、1ヶ月とかの期間でやったことあるんだけど、自分の体の感じ方では基本ビーガンはちょっと合わなかったかな。最初のね1週間はねすごいね、すっごいなんかね、体も軽くなるし、もちろんなんかそのタンパク質じゃない、ね、動物性のものを取らないって、まあ、結構油を取らなくなるし、でタンパク質も減っちゃう、だから食べ方が悪かったのかもしれないんですけど、すごくねなんかね、あのエナジーレスっていうんですか、あの全然力が出なくなっちゃった。最初の1週間はすごく体も軽くて、なんかいろいろ、あ今日何しよう、あなんだろうな、なんかすごい身軽だから動きたくてしょうがないみたいな感じだったんですけど、途中ね、ある境目3週間目ぐらいからかな、全然力が出なくって、多分まあそれやってたのがタイでやってたからかな、タイでその食事の方法やってたんですけど、タイって例えばアボカドとかってすごく植物性の油で質がいい、良質だからすごくいいんですよね。だからビーガンやってる人とかは多分アボカドすごく取るんですよ。でもなんかね、油がなかなか多分良質なものがタイで取れなかったのかな。あとはタンパク質も豆腐とかやっぱ豆類でタンパク質取っていくんですけど、ビーガンの人って、でその時ねやっぱり多分そういうのが少なかったのかな。でなんかね3週間目ぐらいから全然力が出なくて、もう何もやりたくないみたいな、無気力症候群みたいになっちゃって、そうで、あダメだ、やっぱり私はお肉っていうか、でそこからちょっと食事変えて、あのなんだろう、お魚中心で食べようかなとかっていう風に変わってったんですけど、で今はね基本的にはね何もね掲げてないです、カテゴライズしてない自分のことを。でだから食事いろいろ食べますし、いろんなものバランスよくでまあ食べ過ぎないっていうのが重要。まあ私基本的に肉好きいいですし、全然なんていうんですか、ヘルシーなんだろう、あのなんだそういうなんていうんだろうな、ダイエットスタイルがいい、なんかモデルさんがこういうの食べていいですみたいなことは言えないですけど、健康的な食事に関してはアドバイスできると思います。バランスよくね食べることが大事っていうのはすごく思いました、いろいろ自分で試してみて。でやっぱりね、あとね 国のね多分ね、もともと持ってる自分のそのなんて言うんでしょう、合う合わないっていうのあるんですよ、国とかね、あの体質によって。でやっぱり日本人ってあのお米をメインで食べてるじゃないですか。だからね私はねパンの生活がちょっと厳しい、パンだけ食べてる、だから小麦粉をずっと食べてると体の調子が悪いですね。なのでそれもあって、あの基本的にご飯をここでも食べるようにしてるんですけど、でマツくんも結構その食に関しては、なんだご飯ねすごく合うみたいで体にね、そう
なのでうちではお米中心の生活になっております。で最近でもね、最近のでも食生活で言うと、私たち朝ごはんあんま食べないですね。朝ごはんはあんまり食べなくて、お昼と夜を食べるみたいな感じ。お昼はね、マツくんにお弁当を持って行ってるので、私が毎日作ってるんですけど、お弁当を持って仕事に行って、で夜帰ってきて一緒にご飯を食べるみたいな感じです。私のお昼は適当です、いつも。なんか前日の夜ご飯の残り食べたりとか、あとはなんだろう、即席でなんかお米、あーでもまあお昼からお米炊くのめんどくさかったり、一人分だしね、嫌だなって思うから、前日の残りおにぎりにしといたりとか、あとはなんだろう、あれなんて言うんだっけ、チャーハンか、チャーハンにしたりとか、あとあれだ、麺今はね、多分日本の麺だとそばがあるけど、そば食べたり、あとはなんだろう、あでもね、やっぱりね、あのその小麦粉系はできるだけ避けてるので、あのお米の麺ですか、米の麺を買って、それをなんか適当に料理して食べたりしてますか、ね、そんな感じかな。はあ、やっと終わるわ。今日は多かった、やっぱり洗濯物、いつももっとね少ないし、じゃんって終わっちゃうんですけどね。こんな感じです。今日はお洗濯物を畳みながらの、食についてか、基本やっぱ食は興味あるからな、いくらでも多分話せると思うそう、ぜひ食に興味がある方一緒に話せたらいいな。私でもこれから、あでもね、そうだ、今週はね一個ね、多分ねフィンランドの何、伝統的なお母ちゃんの味みたいな、お袋の味、フィンランドのお袋の味みたいのを撮影する予定なんで、なんかねマツくんがね、ここに見えます、最近ねこのライト買ったんですよ、ライト。まあでもこれからね、そのなんかこの前なんだっけな、まあ今ねちょっと計画してる次のなんかこうビジネスの、まあプランがありまして、それで使うとかで、しかもまあ私も今こうやってねビデオを撮った、ビデオを作ったりしてるから、あったら便利なんじゃないとかって言って、そうこれを買いました。そう、まあ私はね、なんか、ま、本当はマツくんすごく知識があって、こういう機械系詳しいんですよ。だけどなんかいつもさ、マツくんに頼るのも嫌だしね。でしかもなんて言ったらいいんだろう、多分動画の編集とかもね、あっちの方が全然上手なだから、なんかみんなに見やすい動画とかね作れるかもしんないけど、でもなんせ 100% 日本語分かってないから、多分なんて言うんだろう、その区切り方とか難しいし、で私基本的にこういう海外での生活を日本の皆さんに紹介したいっていうのがあるから、基本日本語でやりたいんですね。そうだから、いろいろ考えて、私は自分で簡単な編集になっちゃってるけど、自分で編集をして皆さんに動画をお届けしております。今ね、次なんかね違うね編集プログラムもねちょこちょこやってるんだけど、私のパソコンが悪いのかね、全然追いつかなくて、うまくいかないんです、それでの編集の仕方が。だからおいおいね、ちょっとクオリティをどんどん上げていけるように頑張ろうと思っているんですが、そんな朝っぱらからすいません、すごいながらで洗濯物を畳むという動画でしたが、はい、こんな感じで以上です。じゃあ